ほら、俺がお酌してやるから、ちゃんと味わえ。元上司がそう言った次の瞬間、俺の手に鋭い痛みが走る。熱燗の中身が俺の右手にかかってしまった。今日はせっかく転職先のみんなが俺の歓迎会を開いてくれたというのに、元上司が乱入してきてこのざまだ。このままでは終わらせない。そう思った時、思いがけない味方が現れた。俺の名前は宮下。40歳の会社員だ。今まで製紙会社で働いていたのだが、訳あって1年前に辞めたばかり。貯蓄を切り崩しながら転職活動をして、つい先日、ようやく転職先が決まったのだ。以前の俺は製紙会社の企画開発部にいて、様々な製品の誕生に関わってきた。製紙会社というのは文字通り紙を作る会社だ。簡単な例を挙げると、ティッシュやトイレットペーパー、文房具のノートの紙などがわかりやすいだろう。自分なりにやりがいを持っていたのだが、俺は転職を後悔してはいない。新しい職場のみんなは気さくでいい人ばかり。今日もありがたいことに、わざわざ居酒屋の座敷を予約して、俺の歓迎会を開いてくれている。さあさあ、主役なんですからリラックスして。緊張した俺に同僚の一人が俺にビールを注いでくれた。ああ、すみません。俺が笑顔を返すと別の同僚が。まだ来て間もないんだから無理もないですよ。宮下さん、自分のペースで大丈夫ですからね。と気を使ってくれる。おいおい、俺があれハラしてるみたいじゃんかよ。酒を注いでくれた同僚が言うと、周りから笑いが起こり、俺も釣られてしまう。ああ、この空気感いいな。俺の前の職場ではこんな空気になったことがない。前の職場はそれくらいギスギスしていたのだ。特に上司に対しては嫌な記憶しかない。忘れたくても忘れられないその上司の名は石田という。石田は自分の感情に素直に生きる怪物。俺はそのように認識していた。わがままで身勝手、そして横暴。吐き出す暴言は猛毒そのもので、部下である俺たちの心を腐らせるのだ。そんな人間性で課長職につけていたのだから、会社もいい加減だ。今もそういう会社は多いのかもしれないが、前の職場は年功序列で昇進していく形式だった。そのおかげで石田は自然と昇進していったのだろう。そういえば社長はどちらに？俺は自分の心に暗い影が落ちたのを振り払おうと隣の男性に尋ねた。ああ、社長なら仕事の電話が来たみたいで外に出て行ったよ。秘書さんと一緒に。そうですか。私もお酌しつつ挨拶をと思ったのですが。今日の歓迎会には社長と女性秘書の二人も参加してくれていた。俺のような一階の社員の歓迎会にと驚いたが、社長はスケジュールさえ合えばどんな立場の新人の歓迎会でも進んで足を運ぶという。ただし、やはり多忙な人に変わりないので、なかなかその機会は少ないようだが。ということは、俺はかなり幸運である。じゃあ、今のうちにお手洗いに。あ、場所わかります？俺はニコリとうなずいてみせると、そのまま座敷を出た。情けない。お手洗いの水場で手を洗いながら一人つぶやく。鏡にはぎこちない表情の自分が映っていた。今までずっと険悪な空気の職場で働いてきた弊害だろうか。優しくされるとどう反応していいのかわからないのだ。俺もいずれ一員として自然に振る舞えるだろうか。少なくとも転職してから大きなミスもなく仕事ができている。周りの同僚たちからもさすが即戦力と言ってくれるほどだ。しっかりしろ俺。俺はパシッと自分の顔を軽く叩いてカツを入れる。自然体でいいんだ。いつまでも緊張していたら周りだって気を使う。
俺が馴染む努力をしなければ。よし、行けるぞ。俺は意を決してお手洗いを出て座敷に戻ろうと足を踏み出した。あれ、お前もしかして宮下じゃないか？瞬間的にぞわりと鳥肌が立つのが分かった。条件反射というのだろうか。気づかないふりもできたはずなのに、俺は思わず声の下方へ顔を向けていた。やっぱり宮下じゃないか。元気にしていたかよ。石田課長。立っていたのは、俺がついさっき思い出していた石田その人だった。石田は俺を見て鼻を鳴らす。ふん、こんな場所で会うとはな。おい、転職活動はうまくいったのかよ。それとも何社も落ちて焼け酒か？お前もバカだね。うちみたいな超安定の会社捨てて転職なんて。元職場の製紙会社はかなり歴史があり、大企業というほどの規模ではないが、昔ながらの品質の良さを売りに安定を保っているような会社だ。転職の原因がよく言うよ。俺は心の中で吐き捨てる。そもそも出会い頭に人をバカにするなんて、本当にどんな神経をしているんだ。転職先は無事に決まりましたよ。今日は新しい職場の皆さんが私の歓迎会をしてくれているんです。こいつとは関わらないに限る。俺はそう思い、では、と言って頭を下げた。おいおい、ちょっと待てよ。わざわざ俺が話しかけてやったんだぞ。もう少し愛想よくしたらどうだ？元部下だろ？俺の腕をつかみ、石田は意地悪く笑う。こんな庶民的な居酒屋での歓迎会だ。どうせしょうもない四流企業かなんかに転職したんだろ？酒臭い息を吐きながら石田が言う。どうやら二流三流、それ以下と言いたいらしい。四流って、さすがに失礼ですよ。私が転職した会社は。俺はムッとして言い返そうとしたが、石田はチッチッと指を振る。ああ、いいいい、何も言うな。お前みたいな冴えない中年が、うちみたいな安定した会社に転職できるわけがないよな。俺の質問が悪かったよ。いやー、本当悪かった。わざとらしく両手を合わせ、拝むようなポーズで石田は言うが、セリフからしてバカにしまくっているのが伝わってきた。俺は前の職場での悪夢のような日々を思い出し、頭がクラクラする。そもそも転職理由はこの石田が大きく関わっているのだ。石田は従順な部下には甘く、少しでも反発する部下にはとことん嫌がらせをする男だった。俺は当時石田の部下で、しかも係長という立場だったのもあり、仕事の面で石田と関わる機会が多かったのだ。しかも石田自身がずさんな仕事をするから、俺は石田に苦言を呈する機会もたくさんあった。そういう理由もあり、俺は石田から陰湿な嫌がらせのターゲットにされてしまう。あまりの暴言、嫌がらせに耐えかねて上に掛け合ったが、上はめんどくさそうにのらりくらりとかわすのみ。そのうちに俺は我慢の限界に達した。こうして俺は退職届を提出し、転職活動をすることになったのだ。戦わずに逃げるなんて情けない。人はそう言うかもしれない。しかし俺はとにかく自分の体と心を優先した。そうでなければ自分が壊れてしまうと思ったから。とにかくすみません。皆さんを待たせているのでこれで失礼します。正直言ってやりたいことは山ほどある。しかし石田に構うだけ時間の無駄だ。あるいはトラブルの種になるだけ。俺はそう思い、軽く会釈して石田の脇をすり抜けた。ミュスタさん、お帰りなさい。トイレ迷わなかった？ちょっと奥まったとこにあるからさ。ちょっとだけ迷ってしまいました。でも無事に見つかったので大丈夫です。戻ってくるまでの時間がかかったのを道に迷ったせいにして、俺は自分の席に着席する。そのタイミングでスパンと音を立てて、俺たちのいる座敷の襖が開いた。思いのほか大きな音にその場の全員が注目する。
ぬっと顔を覗かせた人物を見て、俺は青ざめた。失礼しますよっと。その人物とは、さっき遭遇した石田だ。どうやら俺の後をついてきていたらしい。ちょっと、何してるんですか？俺が声を張り上げたが、石田は聞く耳を持たない。お前がお世話になるんだから、元上司の俺が挨拶せんでどうする？謎理論を振りかざし、石田は笑っている。同僚たちはポカンとし、何？え、宮下さんの元上司？と小声で話しているのが聞こえてきた。俺は一気に血の気が引く。俺は周囲に、すみません、前の職場の上司です。と説明しながら頭を下げる。底意地の悪い石田のことだ。きっと俺の評判を下げるために嫌がらせに来たに違いない。俺は石田を睨みつけた。お引き取りください。挨拶は結構です。それに石田さん酔ってらっしゃいますよね。皆さんのご迷惑になりますので。俺が石田を押し返そうとすると、石田は大きく舌打ちをした。なんだ？本当にお前は可愛げのない奴だな。俺が挨拶してやるって言ってるだろうが。ほら、俺がお酌してやるから、ちゃんと味わえ。次の瞬間、何を思ったのか、テーブルに置いてあった熱燗の入れ物、つまり、お燗瓶を乱暴に俺に向かって投げつけたのだ。熱っ！石田の下品な笑い声が響き渡る中、右手の指や手のひら、手首にかけて、じんじんと嫌な痛みが走る。とっさに払いのけたおかげで、すべてが手にかかったわけではないが、それでも痛いものは痛い。あ、宮下さん大丈夫？同僚の女性が慌てて俺に駆け寄った。他の同僚は速攻店員を呼び、座敷内は大変な騒ぎとなる。俺が石田を見上げると、石田は事の大きさを理解していないのか、腕を組んだままニヤニヤと俺を見下ろしていた。まるでザマーと言わんばかりの表情だ。こんな騒ぎにして、ただで済むとお思いですか？俺が静かに問いかけても、石田はなぜか余裕の態度を崩さない。無能が中途入社するような四流企業か。こいつらが騒いだところで何ができる？会社の名前も、社会的地位も、うちの会社の方が圧倒的上だ。酔っているとはいえ、なんだその言い草は。全く理解できなくて頭痛がする。そもそも、俺に対して暴力行為をしたというのを理解しているんだろうか。周りの同僚たちも、店員でさえも、呆れが混じった表情で石田を見つめている。おそらく石田以外の全員が俺と同じ思考だろう。出資されてる方が上って冗談ですよね。その時、凛とした女性の声が聞こえた。出資？俺は思わず首をかしげる。出資とはつまり、企業に資金を提供する投資法の一つだ。俺の転職先が石田の会社に出資とはどういうわけだろう。みんなが声の下方を見ると、キリッとした美しい女性と、柔和な表情の男性が佇んでいる。石田も遅れて視線をやり、その人物が誰であるかわかると、悲鳴に近い声を張り上げた。あなた方は！酔っ払って赤かった表情は、みるみるうちに青くなり、石田は呆然としていた。先日はどうも。柔和な表情の男性、いや我が社の社長が石田に言い、俺にゆっくり近づいてくる。大丈夫かい？ああ、これは痛いね。君、車を出してくれるかな？秘書がうなずくのを見て俺は慌てた。いえ、そんな、自分で病院にかかりますから、どうかお気になさらず。俺は石田より、社長たちへの遠慮からとっさにそう言ったのだが、いや、やけどを甘く見ない方がいい。秘書の女性が、車を回してきます。と、座敷を出ようとすると、石田がその行く手を遮るように土下座した。ちょっと、どいていただけます？
秘書がため息混じりに言うが、石田は大きな図体で行く手を塞いだままだ。本当に申し訳ございません。私の元部下が、まさか御社の社員になっていたとは全く知らなくて。俺が首をかしげていると秘書が教えてくれた。ここで秘書が言った出資という言葉について意味を知ることになる。実は宮下さんがうちの入社試験を受ける前、こちらの石田さんの勤める製紙会社から出資のご相談を受けたのです。話を聞いてみるとかなり大口の出資だ。銀行で融資が下りず、石田の会社が俺の転職先に頼み込んだ形らしい。何でも従来より軽くて丈夫な紙を開発するにあたり、俺の転職先にもメリットが大きいとして出資のお願いがあったのだとか。俺の転職先は段ボール製造企業だ。段ボールをメインに梱包材などを扱っている。ひょっとすると地味な印象を受けるかもしれないが、ネット販売の需要が高まっている今、優れた包装材料の需要もまた上昇しているのだ。そういった理由もあり、うちの会社は石田の会社の話を聞いたのだろう。それにうちは石田の会社同様に何代と続く会社で、業界の中では大手に入る。俺は製紙会社に勤めていた経験上、紙の特性など知識もあるため、この会社で実力を発揮できるのではと入社試験を受けたのだ。確かに宮下さんの入社が決まった頃かな。うちからの出資が決まったのは。社長が秘書の言葉を肯定するようにうなずいた。ということは出資が決まってから日が浅い。石田は仮にも企画開発部の課長だ。今回の出資の話し合いには部長と一緒に参加して、うちの社長や秘書とも顔を合わせていたという。そんな時にこんなことになり、石田は生きた心地がしないだろう。だが同情はしない、自業自得だ。黙って土下座し、ブルブル震えていた石田が勢いよく顔を上げた。ほんの悪ふざけだったんです。可愛がっていた後輩の歓迎会が開かれていると知って。よく言いますね。以前は散々私に嫌がらせをしていたくせに、それに熱燗をぶっかけるなんて悪意しかないでしょう。これって暴行ですよ。俺がすかさず突っ込みを入れると周りからもそうだとヤジが飛ぶ。私たちに向かって四流企業って言い放ったんですよ。何も知らない赤の他人に許せません。宮下さんがあまりに気の毒です。社長、こんなこと許されていいはずありませんよ。口々に同僚たちが怒りを吐き出していく。そんな中、騒ぎに駆けつけていた店員さんがさりげなく、警察には通報済みですので、と俺たちに伝える。その瞬間、石田は、と驚愕していたが、むしろなぜ通報されないと思ったのだろう。何にしてもお店の対応には感謝だ。酒の席でのことじゃないですか。石田はわめくが、当然ながら誰一人納得する者はいない。酒の席なら無罪だとでもおっしゃるんですか？どんな風に育ったらそんな発言ができるんです？いい歳した大人がみっともない。俺が吐き捨てるように言うと、石田が悔しそうに口をわななかせる。俺に対して何か言い返したいが、ぐうの音も出ないようだ。秘書は蔑み一色になった目で石田を見つめ、ため息混じりに言い放つ。相手がどんな人間かよく確かめもせず、よくもまあ暴れてくれましたね。社長も秘書に続いた。まったくだ。先ほどから聞いていれば、君は一切反省の言葉を述べようとしない。口から出るのは虚しい言い訳ばかり。はぁ、どうやら君の会社への出資は考え直さねばならんようだ。君のような人間がいる会社はどうにも信用できんよ。社長の言葉に石田は今度こそ絶望し、再びヘナヘナと膝をつく。ほら、どいていただけます？早く宮下さんを病院にお連れしたいので。秘書がそう言うと、のそのそと石田が端へ寄る。秘書は鼻を鳴らし、俺の方へ振り返る。では、
車を回してまいりますので、少々お待ちくださいね。俺ににこりと微笑み、秘書は座敷を出て行った。くそ、宮下に恥をかかせてやるつもりが、なんで俺がこんな目に。ぶつぶつと頭を抱えてうめいている石田に俺は近寄る。宮下さん、危ないですよ。同僚が止めてくれるが、俺は大丈夫と微笑んだ。少し距離を空けて立ち止まると、俺は石田に対して口を開く。前から思っていましたが、思い込みや決めつけで行動しない方がいいと思いますよ。だから部下がいつもあなたの尻拭いをする羽目になるんです。あなたの可愛い部下たちは、果たして今回の件で味方になってくれますかね？石田は何も言わずに俺を睨みつけるだけだ。睨んでもダメですよ。あなたは一線を越えたんです。目撃者が大勢いて、警察も間もなく到着します。今までのツケを払う時が来たと思って観念してくださいね。石田が真っ青な顔を両手で覆う。最後の最後まで謝罪の言葉は聞けなかった。だが仕方ないだろう。反省できる真っ当な人間なら、そもそもこんな騒ぎを起こすはずがないだろうから。後日、俺は石田から治療費と慰謝料を受け取った。今更かもしれないが、この際だからと、全職場での石田の嫌がらせについても訴えたのだ。全職場を辞めて少々時間は経っていたが、まだギリギリ訴えられる期間だったのと、全職場の同僚たちの証言、記録もあり、なんとか請求できたのだ。以前の同僚たちは、俺が嫌がらせを受けていた時に、力になれなかったことを後悔していたのだとか。ちなみに、うちの会社からの出資の話は白紙に戻ったらしい。石田は出資をしてくれる会社の信用を落としただけでなく、俺に暴行を働いて警察沙汰にしたのだ。懲戒解雇となり、元職場から損害を請求されていると聞いた。これからの人生、石田は大変な苦労をするだろう。すべては自業自得である。俺はというと、まだ火傷が痛むが、なんとか仕事をこなしている。俺に気遣ってくれる同僚や、上司たちには感謝しかない。やけどが完治したら今以上に働いて、俺もみんなに返していこうと考えている。